どうも、構図です。今回ですけども、AKB48 10枚目のアルバムタイトル見ての完売状況第2販売2次終了時点ということで、やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。トピック、村山小栗、フル完売、3位から7位、倉野成美増加、42分の17、極小6、まあ、じわじわ、倉野ちゃんが伸ばしてる中で、4番手に佐藤愛理ちゃん、42分の12、極小1位ということで、現地の極小が発生したんですね。オンラインは完売御礼なんだ。すごいね。だ在宅系の、その在宅というかその地方の方も含めですけど、そういう方が結構買ってるんですが、ね、現地がね、現地とのバランスみたいな話をちょっと昨日したと思うんですけど、現地の方がその、そもそもの設定部数が多いから、バランスが取れてると、結局オンラインの完売だけ目立つよと。だから、現地が先行してる、なんだろう、現地の完売とオンラインの完売がイコールであった場合でも、現地の方が売り上げ枚数的には多いと。まあ確かにそうなんだよね。だから、非常にその、バランスという言葉の意味合いというのは難しいわけです。そもそも設定の部がイコールではないということですね。だから佐藤愛理ちゃんはオンラインは設定の部が少ないので見かけ上完売が多いですけれどもっていう風な話にもできると。ただその佐藤愛理ちゃん俺あんま握手会行ってないんですよっていう話を昨日してどんな子なんですかねみたいな話をしたら、やっぱりその対応はいいですよというふうなコメントが非常に多くてですね、まあそれはね、対応良くない子がこんなに売れるわけはないので、まあ対応はいいと思うんですよ。だしなんかでね、隣のレーンになった時にやっぱりね、佐藤愛理ちゃんのレーンから出てくるオタクの人たちはみんなニコニコです。もうニコニコ笑顔です。もうにっこり笑ってますもん。楽しそうだもん。だからやっぱりまあ対応はいいんだろうなとは思ってましたけど、まあ非常にまあそういった子であると。まあ一回ぐらいちょっと試しに行ってみっかな。ねえ、どうなんでしょうかね。そんなレポはあれですか、需要がありますか僕の。ズッキーは変わらず42分の3の極小さん、まあこれはね、昨日も言ったけど、そのまあだからアンレーム組と写真集販売組は若干票が割れるよと。要はそのイベントの数が多い子はそのもともとの、なんだろう、抱えてるオタクの数がそのイベントが多いことによって分散してしまう、まあ、資金配分されてしまう、まあ現実的に言うと、のでそのアルバムの完売の伸びが、まあ、いつもよりは鈍るっていうのは、まあ、致し方ない部分もありますよね。いやだからその関係なくもうめちゃめちゃオタクがめっちゃいるみたいな状況であればまた話は違うでしょうけど、まあある程度ね、数っていうのは分かって、まあこれズキだけの話じゃないですけどね。なのでなかなかね、まあそういった影響はあるのではというふうに思われます。そして八木あずきちゃんは42分の3極小1で変わらずというところですね。で秋山優奈ちゃんが増加、食らいつく秋山優奈。まあ、八木秋山は本当あれだね、18期の中ではかなりあれですね、上位に君臨し続けてますね、売上数的には。秋山優奈ちゃんも対応良さそうだもんね。俺も行ったことない、何、全員の、お披露目の、何、全員のやつしかないからさ、なんとも言えないけど。見かけ上限という動きありません。オンライン堅調に伸びてます。本2橋で極小までもう少しが、12月21の4分、本2橋のおすすめ、11月23の3分、12月14の3分。そして8位、花田芽衣ちゃん、42分の2、極小1増加。現地の極小が出てるんですね。すごいね。現地本人おすすめの部極小つきましたということで。いや、素晴らしいですね。花田芽衣ちゃんね。19期の中ではズバ抜けてますね。完売数的には。まあでもよくやってるもん。僕はちょっとウィバース DM と、
モバメイト、なんか今ねショールームでなんだっけイベントやってるからショールーム配信も毎日やってたりとか、僕ね、あんまねショールームやっぱりね苦手というかあれで、そう、まあちょっと忙しさにかまけてるのもあってなかなか見れてないんですけど、そうウィバース DM はなんかちょこちょこ、ウィバース DM もなんか一時期に比べたら全然俺返信できなくなっちゃってたんだけど、そうでもねたまに返信するとねなんかもう自分宛の返信みたいなのが返ってくるのよ、ちゃんとその自分が発信した言葉をそのまま書くみたいな、もうウィバース DM の仕組み上個別に返信ができないんですよ。まあそれはウィバース DM の動画を見ていただけるとちゃんと解説してるんだけど、そのオタクからたくさんコメントがつきます。でメンバーのコメントっていうのは一斉配信的にそのウィバース DM を撮ってるオタクの目に触れるわけです。だからそのなんだろう、僕がなんか言葉を書いたら、まあと同じ言葉を書くということは、じゃあ他のオタクが同じ言葉を書くような文章であればそうなんだけど、書かないような文章をあえて書いてるので、あこれは僕宛なんだなっていうのが分かると。だからその非常に花田美ちゃんウィバース DM の使い方上手ですね。あれでもうたくさんのオタクを釣ってると思われます。そうだからもうこの調子でがっちりオタク掴んどきゃね、もうスタートダッシュ決まればもうあとはもうその調子で伸ばしていくっていうムーブに移るのかなっていう感じですけど、そして向井地美穂さん増加42分の1極長さん、うん、岩田スタッフさん変わらず、エリちゃん42分の1極長1増加、オンラインの極長が増えたのね、で小宮真春さん変わらず、田口真中さん変わらず、長友あやみさん増加、極長が完売になったと。で下尾美優さん新42分の0の極小1、やっぱみんな鍵締めしたがるんだね。新井沙耶ちゃんも42分の0の極小1で新、まあ、新井沙耶ちゃんすごいね、アンレーム組で検討してますね、これはかなり。ね、18期の中ではあれですかね、3番手的な感じかな。そうだよね。看板表で見るとこんな感じ。いやでもよくやってるね、新井沙耶ちゃん大健闘。あとはどうだろうね。みずみんってどうしたの本当に。ねえ、まだ出てこないですね。出てこないですね。はい。そうだね、伊藤桃あたりもまだ出てこないですね。まあ、もうちょっと進まないとって感じなんかな。はい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 。まあだからこの、まだその完売も極小もついてない子たちか、次誰がそれ極小がつくのか的なのは、注目っちゃ注目っすね。気が早ければ早いほど、次回以降選抜のチャンスは来るのではないかと、いうふうに思いますけどね。はい、いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。